平野紫仕様、ルイ・ヴィトン着こなすショット公開、ファンから期待の声、お仕事日本のアイドルであり、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、ファッション界で注目を浴びるルイ・ヴィトンの衣装を身にまとった3枚の写真を、彼の公式インスタグラムアカウントを通じてファンと共有しました。 これにより、平野耀はファンから期待の声が寄せられ、新たなお仕事の予防士ではないかとの噂も広まりました。平野耀のファッションセンスの躍進。平野耀は彼の最新のインスタグラム投稿において、ルイ・ヴィトンの洋服とアクセサリーを取り入れた洗練されたスタイルを披露しました。デニムジャケットとハーフパンツ、ブラウンのパーカー、そしてモノグラム入りのルイ・ヴィトンバッグなど、 彼の個性的でセンスの良いファッションセンスが光っています。この投稿に対して多くのファンからは賞賛の声や興奮のコメントが殺到しました。一部のファンは、ビトン、ルイ・ビトンのアンバサダーに就任したのではないかとの期待を表明し新しいお仕事が発表されるのを楽しみにしています。と熱烈な期待の声が広がりました。 さらに、ヒラ仕様のファッションセンスに感銘を受けたファンからは、彼のスタイルを真似たい、彼のようにオシャレになりたい、といったコメントも寄せられ、彼のファッションアイコンとしての地位を確立する一助となりました。ソーシャルメディアでの指示。ヒラ仕様の公式インスタグラムアカウントは、2023年9月18日現在、404万を超えるフォロワーを魅了しています。 彼は自身のアカウントを通じて、日常の様子や最新のファッション、音楽活動に関する情報をファンと共有し、その度に話題を提供しています。結論。平野紫洋がルイ・ヴィトンのファッションを披露した最新のインスタグラム投稿は、彼のファッションセンスと存在感を際立たせるものでした。ファンからは期待と賞賛が集まり、 彼が新たなお仕事について言及していないにもかかわらず、ルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任したのではないかとの期待が広がっています。彼のソーシャルメディアプレゼンスは今後も注目され、ファンは彼の活動に期待を寄せ続けていることが伺えます。平野の仕様のファッションアイコンとしての地位が確立されつつあり、今後の彼のキャリアにますます注目が集まることでしょう。